テンソルネットワーク入門の4回目です。今回はもう少し一般的にテンソルを図形で表すことを考えてみましょう。でこれまだまとめですけれども足が出てないもの手が出てないやつを0テンソルこれはスカラーですねで腕が1本だけ出てるのこれを1テンソル1テンソルこれはベクターですで腕が2本出てるものは行列2テンソル行列と言います 3本出たのが3テンソルですね。こうなれば、あの一般化は多分すぐできると思いますけれども、N テンソルというふうに拡大できて、で、この0テンソル、1テンソル、2テンソル、3テンソルというふうに対して、例えば4テンソルというのは腕が4本出てるやつですね。5テンソルは腕が5本出てるものだと考えればいいというふうになります。一般に 中央の丸から N 本の腕が出ているものを N テンソルと言います。先ほど五まで見た。これは六テンソルで、七テンソル、八テ,テンソルというふうに、こういうふうに、N 個の腕が出ているものを N テンソルというふうに呼びます。で、どっちの方向に腕が出ているとは関係ないんですね。この ijk という。 あの指数 iJK を持つ腕が3本出てるとするとそれがどっちの向きを向いてようとこっちの向きを向いてようがこれはまあ同じものだというふうに考えることができます考えますでまあこうやったって同じですね場所変えても構わない腕が出てるってその,あの数が問題ですねまたはその腕の数が同じだとして ここの指数があの同じだったら、それれうういいに入れ替えても構わなととですね。しかもこれは別に丸じゃなくたっていいんです。これ2点数、今まで丸で表したんですが、ね、これ四角にしたっていいですね。要するにある図形から腕が何本出てるかってことが大事ですね。その腕がちょっとずれたって構わない。スリーテンだってそうです。四角にしても構わない。これだっていいですね。 これは4点ソル4点ソルですがこうしてもいいしこう,こうやっても同じである図形があってそれから腕があの N 本出てるものを N 点ソルというふうに言いますで2つのダンスが手を結ぶとまあこれは咳 テン点ソルの積だといいますけれどもこれは自由な腕の数がどう変化するかを考えてみましょうこれはあの2テンソルで、まあ、行列ですね行列が結合すると、まあ、これあの J と J があの一緒ですかここでつながるこうなるで元はあの自由な腕の数は結合前は4本だったんですがこれがくっつくと で、J のところはもう外から見えなくなるんで、えっ、ー、と、I と K だけが、あの、自由な腕の数になります。で、自由な腕のが二2本ですね。で、今度は2テンソルと3テンソルの結合ですけども、結合前、これはだから、2テンソルと3テンソルだから、自由な腕の数は5本あったんですが、これを例えば J のところで結合すると、 残ったのは I と K と J ですね。三本だけです。これは三本になります。同じですね。これはあのー、1テン点ソルと一二三四五ンソルをこれ結合前は一足す五で六本あるんですが結合するとこれがくっついちゃうとえっ、ー、とこれは一二三四四本になりますね。一般にだから自由な腕 2つのタンソルが手を結ぶと自由な腕の数は2本減ります。なぜならばあのその前の1本後の1本はあの結びついた時に内側に取り込まれちゃってそこから見えなくなりますね。だから2つのタンソルが手を結ぶと自由な腕の数は2本減るってことが分かります。